もこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、じゃじゃん、11月1日発売の鉄オモ12月号にこの私、鈴川彩子は出ております。なんとですね、しかも今回すごいんです。ちょっとね、個人的にもすごい嬉しいんですが、こちら見てください。なんと表紙にも私が写ってます。クリスマスシーズン到来、そして今年のクリスマスプレゼントはこれだということで、まあ、私もおすすめの鉄道のおもちゃ、いっぱいね、大集合で、どんな風に遊んだらいいんじゃないかなとか、こういう商品がありますよとかをですね、結構3ページぐらいかな、大きくね、出させていただいて、結構しっかりと各おもちゃをね、やっております。ちょっとチラッとはいいかな、これチラッと。じゃあこの表紙のね、このコーナー始めのページ、こんな感じで、もう見開きでもね、すごいたくさん、この手前に今おもちゃがいっぱい並んでてね、こんな感じで、もうほんと自分のおすすめポイントとかも交えて、こんな商品があるよとか、またね、新商品の情報なんかもですね、ここに載ってるので、結構ほんと1,2,3,4 ですね、ここ入れてこう見開きで4ページ出ておりますので、まあもしね、クリスマスプレゼントをね、考えられているお母様、お父様だったりね、まあ、ご家族の方とか、あとね、みんなね、子供たちもこれが欲しいとかね、この鉄音も見て、いろいろクリスマスプレゼントを決めてもらえたらいいなと思ってます。いくつ知ってる赤い電車特集とかもね、これなかなかいいですよね。小町がいるね、そう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 、一緒だね、それね。こちら鉄音も2016年12月号ボル108、よかったら皆さん読んでみてください。よろしくお願いします。